ひまそらしと足立議員の対立ですが、いろいろあって2023年1月21日現在、このような状況です。こうなった経緯は表裏いろいろあったんだろうと思いますが、その中の一つに足立さんの出現にもあったように感じました。2023年1月17日、足立スペ緊急特番、コロボ問題本質を外しまくっているネット情報のレベルの低さ。こちらの内容をテキスト起こししてスクロールしています。動画説明欄にも貼っておきますので、ぜひご覧ください。国会議員700人全員が全く興味がないと断言できるんですかと聞かれ、否定しませんでした。その後に杉田水脈議員のツイートが出て、その点をひまそらしも追及。このあたりの流れ、足立議員の断言目的は何だったんでしょうか。確かにコラボ問題より安全保障の方が重要かと思います。足立議員は安全保障に触れることが多い議員なのは事実です。通常国会で大いに議論すべきテーマという発言から、通常国会で議論されていないことが伺えます。もっとこっちにも興味を持ってよという気持ちもあるのかもしれません。だからといって1月中旬の段階でのコラボ問題が終わった。コラボ問題は国会議員700人全員が興味なし。という発言は、住民監査請求結果は2月末発表ですよ。杉田水脈議員が興味待ってますよ。という疑問が湧きました。足立議員の主張するコラボ問題イコール盛りかけ論は野党に対して、盛りかけの時のように国会停滞させたかったらコラボ問題やりましょうという逆メッセージになったりしないかなと感じました。ケンコウ君、実在しない説、疑惑が深まっていくね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。